さあ、千葉の根田選手です。よろしくお願いします。さあ根田君、君の持ち味は何だろう。やっぱり先行ですかね。逃げですね、はい。まくりは、まくりも最近出るようになったんで、うん、はい。かましは、かましの方が好きですね。大体どういうパターンが一番好き。そうですね、早めのかましが好きなので、はい。抑え先行は、抑え先行は昔は結構やってたんですけど、うん、それやらせてくれなくなってきてるんで最近だんだんということは前取らされるってこと。そうですね、それが多いんで、うん、特にこのバングだとね、みんな後ろから行きたいだろうから。そうですね、はい。のこ の前橋の三さんは。そうですね、もう出てしまえば決まるなっていうところはあるので、うん、なんかそこだけ考えてですね、うん、まあ長い距離踏むのが自信が、はい、そうですね、ありますね、はい。最近調子いいんじゃないの。はい、すごい安定してきました ね、はい、あのムラがなくなってきたような感じはするけど、はい、そうですね、やっぱり距離前よりも踏めるようになったんで、それが大きいと思います、うん。なんか練習変わったところとかあるの。そうですね、やっぱり深谷とかワッキーからいろいろナショナルの練習とか聞いたりして、うん、それを取り入れるようになったらすごい良くなりました、うん。やっぱりね、その辺は参考になる。すごい参考になりましたね、はい、うん。ね、まあ、みんなでこう強くなってどん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 レベルが上がっていけばね。そうですね、はい、やっぱり日本全体でやっぱ盛り上げてもらわないといけないんで、はい。まあ、ワッキーが一人で勝ってもね、あの見てる方はつまんないしね。そうですね、やっぱり同じぐらいで戦える人がいないとやっぱりそこはつまらないんで、ね、仮に勝ったにしても苦しみながら勝つとかね。そうですね、はい、だから少しでも苦しめられるように自分も頑張りますね。うん、G1 に来る時の気持ちってなんか特別に変わったところとかある。そうですね、自分はそこまであんまり変わらないんですけど、はい。最近はほらね、メンバーあの G3 も G1 もあんまり変わらなかったりするけど。そうですね、なんかやっぱり大体顔ぶれは一緒なの で大体もう何をやるかっていうのを分かってるんで、逆に G1 とかの方が走りやすいかもしれないですね。特にさ、この選手苦手とかいう選手いたりするの。そうですね、あんまりそこは意識しないようにしてます。この選手だったらもう大体得意にしてるとかっていうの見るの。どうですかね、まあ、その時々にもよるので、あんまりそこもあんま意識しすぎちゃうと、そう、余裕ぶっこきすぎて失敗しそうなのででもやっぱり追い込み選手のことはあんま気にしない。でもやっぱり仕事をすごいしてくる選手だけは気をつけてますね、うん。ちょっと外側走ろうかとか。そうですね、はい。さあ今回の目標は。そうですね、やっぱり特選からまあスタートできるので、そこはすごい大きいことなので、うん、でまだ G1 の決勝っていう舞台にまだ行けてないので、うん、そこが目標ですね、うん。なんとかね、準決勝うまく先行して。そうですね、先行すればまあ多分残る自信はあるので、ね、はい。じゃあ期待してますから。はい、頑張ります。はい、頑張ってください。頑張ります。ということで今回は表情見て分かりますね、自信満々です。出田選手でした。